竹ベスに押しを行け姉さんロッカーの男にし危ない。京都を舞台に次々と起こる殺人事件、犯人は一冊の本と謎の絵を持ち去っていった。殺害されたのは盗賊団源氏ボタルのメンバーで、この本を全員が所持していたことが判明しました。そして一体の仏像が消え、犯人からの挑戦状が。この絵の謎を解いたら仏像の在りかが分かる。何が目的なんだ。そして再び起こった殺人事件に服部と俺が立ち向かう。しかし巧妙な犯人の魔の手にカズハが捕らえられてしまった。この場所に預かった。平次来たらあかん。カズハ、カズハ上等じゃねえか。怪しい剣術を使う犯人と歴史の闇に隠された秘密とは何か。よっしゃ、分かったぞ。凶悪な犯人たちの前に絶体絶命のピンチが。こんな時に新一がいてくれたら。あの薬を試すじゃと。元の体に戻れるかもしれないわ。果たして犯人の正体は。そして俺たちはこの危機を乗り切れるのか。シリーズ第7弾、史上最高のクライマックスが待っている。何者だお前は。工藤新一、探偵さ。劇場最新作名探偵